ジャック・ストローは、イギリスの政治家。本名は、ジョン・ウィテカー・ストローであるが、ジャックという通称の方がよく知られている。エセックス州ブラックハーストヒル出身で、所属政党は労働党。リーズ大学を卒業しており、弁護士としての顔も持つ。1997年のトニー・ブレア、内閣発足時に内省に就任したのを皮切りに、外省や庶民院内総務を歴任し、 さらにその後のゴードン・ブラウン政権では、現職の庶民委員議員として、初めて大法官に就任するなど、主要閣僚ポストを歴任した。1997年の第一次、ブレア内閣発足から2010年のブラウン政権、退陣まで、およそ13年間にわたって連続して閣僚ポストについていた数少ない人物の一人でも、ある。 1946年8月3日にエセックスに誕生する。マーガレット・サッチャー政権が発足した1979年、イギリス総選挙でブラックバーンから出馬し、庶民委員議員に初当選。学生時代は過激な左派だったが、次第に軟化する。第一次、トニー・ブレア内閣で内務大臣に就任した。在任中スペインのバルタサール・マルソン・ハンジの要請により、 大統領時代に在地リスペイン人への人権侵害を行ったチリのアウグスト・ピノチェと元大統領の拘束を指揮する。2001年からは外務大臣を務め、同時多発テイ度からアフガニスタン戦争、イラク戦争に至る国際情勢に対処した。アメリカ追従の外交姿勢がイギリス国内のムスリムの批判を受け2005年の議会選挙では労働党の議席減を招いたと言われる。 2005年の第31回主要国首脳会議の際に発生したロンドン同時爆破事件の対応式のために一時的に会議を欠席したブレア首相に代わり議長として議事運行に当たった。第3次ブレア内閣においても外相に再任され徴用されていたが2006年の地方選挙惨敗後の内閣改造で外相を更迭され庶民院内総務に降格される。 イラク戦争前後にブレアの性敵であるゴードン・ブラウン財務省への接近がブレアの不評を買ったとされる。2007年のブラウン内閣では大法関係司法大臣に就任し、2010年にブラウンが退陣するまで務めた。ベトナム戦争で韓国軍兵士から性敵暴行を受けたベトナム人女性とその子供を支援するため、2017年9月12日に、 イギリスで設立された民間団体、雷大藩のための正義に国際大使として関わっており、国連人権理事会による調査や韓国によるベトナム人女性とその子供への謝罪を求める運動を行っている。ありがとうございます。